おはようございます。ただいま朝の4時過ぎ、起きましょうか。屋根がありがたい。はい、というわけで道の駅裏幌の店長さんに話しかけていただきまして、なんとソフトクリーム差し入れしていただきました。ありがとうございます。こちらあの裏幌のトカチの生乳を使って、あ、きなこソフト、はい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 、結構じゃあこの辺も大豆とか取れる感じ。あー、わー、美味しそう。きなこが私好きなんです。あー、なるほど。こちらのきなこソフトクリームいただきたいと思います。ありがとうございます。ちょっといただきましょう。お、滑らかで結構きなこの味が濃くって美味しい。いや、これ濃厚ですわ、このねっとりとした感じ。いやー、ありがたい。はい、というわけでね、やっぱりみんな優しいよな。北海道の地元の人だけじゃなくって、マレーシア出身の方も優しくしてくれるんかいつって。いや、ちょっとビビりましたね。ちょっと Wi-Fi があるんでね、ちょっと軒先で椅子を出して作業をしてたんですよ。で、なんか注意されんのかなと思ったら、このソフトクリームをどうぞみたいな感じでね、それも新聞を見てこうやって旅してる人がいて、あ、うちの店先にいるみたいなことでびっくりしたみたいなことをおっしゃってましたけれども、いや、本当ありがたいな。そういう人たちにね、報いるためにも安全に健康に気をつけて、一歩一歩コツコツノサップ岬目指して歩きたいと思います。ここにもパチンコ屋さんがあった。いや、ここ山陰地方の方が開拓したのかと思ったら山陰かい。いや、こっから下りになってるけども、もうこれで終わりってこと？いいの？このままも下りだけ？何気ない山の感じですが、このギザギザの木、本州であんま見たことない感じ。直別、いや、どっち？直接なの？別々なの？どっち？はい、そしてここからはほぼ下り坂。やったー。そんなに鋭い峠ではなかったですね。いやー、よかったです。あれー、ここ峠下、函館のあの山のふもとでもあったね、同じ名前。まるで不意打ちのようにやってきました。あ、そうなの。
はい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 、はい、というわけで突然入りました、こちら釧路市です。今回の旅で初めて根室の文字、うわー来た、根室まで来ればもうあとは納沙布岬ですから。いやすげー、あんだけ遠かった釧路ももうあと49キロですし、いや毎日コツコツ歩いてると当たり前ですけど近づいてきますね。うーわ根室、嘘でしょ、これ鶴じゃない、これ鶴じゃない、うわー突然来た音別の町、結構都会だった、はい、というわけで音別の中心地にやってまいりましたね。結構ちらほら民家が立ち並んで、道路沿いにガソリンスタンドだったり電気屋さんだったり、コンビニなども見えますね。ちょっとね釧路からは離れてるんですけれども、まあ釧路のベッドタウンみたいなところでしょうか。というわけでね、ゴールも近づいてきたんですけれども、いやなんかちょっと日が傾くと一気に、涼しくなってきてちょっと寒いですけれども、はい、こんな感じですね。はい、というわけでやってまいりました。ちょっと微妙な山やアップダウンなどを越えて、ついにですね、十勝平野の海側にやってまいりました。というわけで本日のゴール音別駅到着です。はい、というわけで、先ほどゴールをいたしまして、スーパーなどで、パンだとか氷だとかお茶などを、補充した後、この近くにですね運動公園があるということですので、そちらにテントを張ろうかなと。でそこに行く途中にお料理屋さんがあるとのことですので、そちらでご飯食べようかななんて思ったりしてるわけなんですけれども、ちょっとね、この辺のはずなんですけれども、果たしてあるだろうか。一応こう、音別町行政センターとかね、市役所的な、そんな建物があるので、きっとそういった職員の方とかが寄ったりするような、そういった食堂なんじゃないかななんて思いますけれども、果たしてあるのかな、明かりが見えないですけれども。いや閉まってんのかい、ズコズコズコ、いや閉まってんのかい。だとするとちょっと動きが変わってきますね。と
となると、じゃあもう一回あのセイコーマートに戻ってお弁当を買って、温めて、でまたあれですね、再び公園を目指すと、そういった道のりになります。チュー。はい、というわけで、だとかホットシェフでお弁当買ったよ。はい、というわけでこちら運動公園到着いたしました。はい、というわけでこちらテント張らせていただきました。今日はドクターペッパはい、それではいただきましょう。今日唯一の食事、まあ、朝方パン食べましたけど、いやダイエットのこと気にして野菜から食べてるとかいいんですよ。焼きうどん、焼きうどんいいですよ。答えもあって、この紅生姜の酸味もいいアクセントになって美味しい。はい、ホットシェフのガリタルチキン丼だっけな。うん、タルタルのガーリックの風味がパンチがあって美味しい。そろそろ寝ます。お疲れ様でした。